J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。こんにちは、アシスタントの秋です。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。 J さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。秋さん、質問なんですけども、はい、ブーカの時代って言葉聞いたことありますか？聞いたことないです。はい。まあ、ブーカっていうのは、まあ、英語の頭文字で、はい、V-U-C-A。で、まあ、それでブーカなんですけど、はい、まあ、これ何かっていうと、2010年代によく使われていた、はい、まあ、経済とか政治とか、まあ、軍事関係のことで使われていて、まあ、V-U-C-A ってそれぞれ何かというと、はい、まあ、形容詞で言うと V が、volatile。っていう、こう、変動するとか、激動とかっていうので、はい、で、U が uncertain っていう、不確実、不確実な、certain の逆ですね、はい、uncertain、はい。で、C が complex、複雑なっていうので、で、最後の A が ambiguous、不透明なとか、曖昧なっていう、この volatile、uncertain、complex、ambiguous っていうのを、まあ、頭文字を取って、ブーカ、VUCA でブーカというふうに、呼ぶんですけども。はい。もうまさにこのコロナで、さらにこのブーカっていうのが、こう、促進されてしまったかなっていうので、まあコロナいつ収束するかよくわからないですし、まあ今でもこう、アフターコロナではなくて、こう、ウィズコロナ、コロナと一緒にっていう、はい、うまくこう、共存していかなきゃいけないんじゃないかっていうふうにもよく言われてるんですけども、まあ今の状況をこう抜けたところで求められる力って、今以上にやっぱ個人の力って、大きくなるんじゃないのかな、大切になるんじゃないのかなと思うんですね。こうなんか会社に頼るとかではなくて、はい、個人で活動できる力っていうのが求められてくるんでしょうかね。っていう感じがするんですよね。で、まあその時にやっぱり言葉っていうのは今以上に意味を持つものになる可能性もありますし、はい、プラス、まあ、英語の勉強することによって、もういろんな力身につくと思うんですね。例えば、目標達成する力っていうのも一つありますし、うんうん、それは、まあ、英語で達成できるっていうことは他のことでも達成できるっていうことだと思いますし、で、実際企業がスコア見てるところってそこだったりしますよね。うんうん、あ、そうですよね、うん。英語力っていうのももちろん TOEIC では測ることできると思うんですけど、はい、じゃあその目標までこの子はちゃんと到達できているのかどうかっていうのを、うん、まあ、TOEIC のスコアとして見てるっていう部分ありますよね。ありますよね。だから、例えば TOEIC 600点ということは600点までの努力をこうしてきたっていうことそうですね。ですからね。もちろん英語力で考えたら600点より800点の方が高くなりますけど、うん、はい、ただまあ600点って普通にやってれば取れる点数ではないと思うんですね。やらなきゃ取れないので。でね、うんうん、ということは、まあ努力はできるタイプなのかなっていうのが、うんうん、こう、まあ人事とか採用担当からしたら、まあ見えてくる部分はあると思うんですね。はいはい。そこが、ま、さらに、こう、重要になってくるのかな、というので、まあ、一つは目標達成力。はい。絶対に、まあ、TOEIC の学習だけではなくて、喋れるようになりたいっていう場合でもそうですよね。そうですね。はい。あとは、継続力とかですよね。ああ、もう、それは、それで測れますね。ですね。勉強続けられてるっていうのは、これは素晴らしいスキルですからね。はい。はい。あとは、セルフマネジメントの力っていうのは、結構大きいかなと思うんですよね。いかに時間を取ってとか、はい、スケジューリングして。セルフ、そうですよね、はい。自己抑制力っていうんですか。自分をコントロールできる力ですかね。そうですね。そう、自分をコントロールできるということは自立してますし。はい。そして、まあ、どういう状況であったとしても、こう、サボらずに、いかに自分にプラスになる状況を作り出すかっていうことにも、まあ、長けてるって証明にもなりますからね。そうですね。あとは、アキさんどうですか？英語学習する中で、なんかこんな力も身についたなとかって、今思うことってありますか？なんか分析力もそうですよね。自己分析も結構必要じゃないですか？うん、はいはいはい。そうですね。例えば自分の弱点、強みっていうのも、やっぱ自己分析していく中で何が弱いのか、何が強いのか、見極めないと、そこの弱点って強くなっていかないので、やっぱり分析力も必要ですよね。そうですね。そしてその分析をした後、
じゃあ弱点を克服するにはどういうことをすればいいのかっていう、はい、まあこれは調査力かもしれないですけど、調べて、うん、あ、こうすればいいんだとか、はい、っていう力も必要ですし、そうですね。あ、うん、あと、例えば、まあ誰かが一気にスコア伸ばしたとしますよね。じゃあ1ヶ月で200点伸びました。うん、いや、そんなことありえないでしょっていう見方もできますけども、はい、実際に伸びたからそう言ってるわけですよね。はい。じゃあその背景には一体何があるんだろうっていう分析っていうのが大事だと思うんですよね。そうですね。そこから分析することによって得られるものを自分に適用できれば、うん、もしかしたら自分もそれが再現できるかもしれないので、そうなんですよね。そこら辺分析できるかっていうのも大きな力ですよね。そうなんですね。だから1ヶ月で200点伸びたっていう事実だけではなくて、いや、それ無理でしょう、うん、ありえないでしょうっていうのも一つの見方ですけど、うん、ああ、そんな伸びたんだ。じゃあ一体なぜ伸びたんだろうな。1ヶ月前の力どんなんだったんだろうなとか、あとどういうことをしたら、うん、じゃあ伸びた。じゃあそれはなぜ伸びたんだろうっていうふうに分析する力ってすごい大事だと思うんですよね。うん、そうですね。うん、あと例えば、こうアドバイスで、いやいや、文法なんていらないよっていう人と、あ、文法すっごい大事だよっていう人いると思うんですけど、うん、この言葉だけ見たら180度違いますけどね。うん、でも、その背景にあるのは一体何なんだろうっていうので、例えば文法なんかいらないよっていう人は、うん、いや、文法にこだわって、これがあるから、形容詞があるから、前には副詞とか、形容詞あるから後ろ名詞だよっていう、ここだけにこだわっても喋れるようにならないよっていう意味での文法なんていらないよかもしれないですし、はい、うんうん。なんか喋ってるうちに文法って勝手に身につくよっていうことかもしれないですし、うんうん、まあ一方で逆に、こう、文法すごい大事だよっていう方は、なんか闇雲に喋って日本語の語順で言っても伝わらないから、だからある程度型を作るために文法って必要なんだよっていうだけかもしれないですもんね。はい。実は共通部分としてはやっぱ文法大事のところに行き着くかもしれないですよね。そう、深まっていくと、喋るためには文法大事だよ。そのためには文法をガチガチにやるんじゃなくて、パズルのようにやるんじゃなくて、何回も何回も喋ったり聞いたりする中で、パターンとして自然と身につけていきましょうっていう文法いらないよ、派かもしれないですね。そうですよね。一方では最初は頭でパズルのように理解した上で、それを元にどんどん真似していくと、無駄なく上達できますよっていう文法大事派かもしれないですね。結局、ゴール一緒だったりするので。はいはい、そうですね。それを履き違えちゃうと、やっぱり学習の方向性が違ってきてしまいますよね。そうなんですよね、うん。なので、まあ、トイックで言えば、問題解くだけじゃ意味ないよっていう人と、問題解いたらスコア上がるよっていう、まあ、両方いますもんね、うん。はい、そうですね。はい。で、これも表面上取ったら、全然逆のことを言っているなんですけど、うんうん、でも実際その奥深くのところでは、共通点っていうのが、まあ、あったりするので。こう自分で、それを自分で、こう、きちんと分析するっていうのは大事ですよね。そうですね。ね、そのことによって、いろんな人のアドバイスに惑わされなくなりますよね。ああ、確かに軸が出てきてきますよね、うん。そうですね。アドバイスもちろん大事なんですけど、うん、表面だけ取ると、A さんが言ったアドバイスと B さんが言ったアドバイスが全然違う。で、C さんがまた全然違うことを言ったら、うん、じゃあ誰が正しいんだ、うん、実は全員正しかったりするんですよね。はいはい、うん。その背景にあるのは一体何なんだろうっていうところまでこう想像できると、うん、あとは、もし話せるのであれば、もうそれ喋った方がいいですね。いろいろ質問して、それってどういうことなんですかとか、うん。で、質問することで、まあ本来その人が言いたかったアドバイスの中身っていうのが見えてきますからね。そうですね。うん、それでなんか自分の中で、きちんと咀嚼できる方っていうのは伸びますよね。伸びますね。はい。自分だったらどうするっていう、こう、きちんと言葉だけで惑わされずに、本質を捉えていく人っていうのは、やっぱり学習にもそれを適用できて、伸ばすことできますよね。うん、そうですね。だからそういう形で、まあ、こう、自己分析っていうのと、あとは、こう、調べたときに、それを理解して、その後ろ、裏側を見る力っていうんですかね、うんうん、っていうのも、まあ必要になってくると思いますし、あとは、まあこういう状況において学習を継続するっていうのは、メンタルコントロールの部分がありますよね。そうですね。なんかこういろいろ不安なことがあったりとかすると、
自然とこう学習って手につかなくなったりとかするので、それをどううまくコントロールするかって大事ですよね。そうなんですよね。で、これが今いろいろお話しましたけど、それが英語学習というものを使って、こちら今のようなスキルにも派生させることができるっていうのは、うんうん、まあ、英語学習、単なるこう点数伸ばすとか、はい、単語力つけるとかではなくて、実際にその、生活、仕事に対して使えるスキルっていうのも、まあ、同時に伸ばせるっていう部分も、ちょっと見ていくと、また新たな発見があるかなと思うんですよね。そうですね。あとは、そうですね、その、先ほどのようなことを考えながら学習していくと、まあ、いろんな、こう、プラスのことっての起こってくるかなと思うんですけど、これ、まあ、僕自身の例を挙げると、はい、もともと、こう、先生に質問するとかってのは全然できなかった。ですね。クラスで喋るとかっていうのが、はい、授業中発表するとか、質問するとかっていうのは全然できなかったんですけど、はい、英語学ぶことで、学んだことで、それができるようになったっていうのがあるんですよね。で、もちろんそれは英語を学んだからできるようになったっていうわけじゃないです。はい。単語覚えたら発言できるかっていうのはやっぱ違うので、じゃあ何なんだろうなと思った時に、うんうん、それこそその裏に何があるんだろうって考えた時に、高校卒業して、専門学校に行って、た時にクラスが少人数だったんですね。はい。で、その少人数クラスでネイティブの先生が、最大8人とかしかいなかったので、はい。もうどんどんどん質問してくるんですね。おー、なるほど。はい。質問されたら当然答えなきゃいけないですよね。そうですね。当たり前ですけどね。分かんなかったとしても、はい、I don't know は言わなきゃいけないので、でも結構簡単な質問をしてくれるので、こう答えていきますよね。はい。で、その中で、先生も、生徒に対していろんな質問をしてくれるし、あと周りの生徒たちもどんどん質問していくんですよね。うんうん、だからこれってやっぱ質問しないといけないのかなっていう気になれて。なるほど。はい。高校とかやっぱ30人とかいるので、はいはい、質問する人もいない、そんないないですし、だから質問、僕はしようと思わなかったんですけどね。したら人が狙っちゃいますからね。はい、そうですね。それが嫌だったんですけど、今度専門学校行くと、はい、少人数でみんな質問してる中で、質問しないと、質問しないのが目立つんです。なるほど。逆に不自然みたいな。そうなんですよね。はい。だからこれも初めてそういうインタラクティブなクラスを受けて、もう話さないと授業が成り立たない。で話さないと一人だけ浮いてしまうっていう状態、あの環境があったので、そこでこう変われましたよね。じゃあちょっと人格まで、その授業を通して人格までちょっと変わってきたんですかね。そうですね。なんか当時は英語だったら喋れるけど、日本語だったら喋れないっていう。ああ、なるほど。はい、人から変わる感じですね。そうですよ。日本語の方が当然流暢、圧倒的に流暢ですね。英語はやっぱ考えながら喋らないといけなかったんですけど、まあそれでも英語の方が、そういう意味では喋りやすい言語だったんですね。安い。面白いですね、はい、それ。それって多分英語学習を通して身につけた、なんかこう発生する力ですよね。こう表現するとか、ね、自分の意見を伝えるとか、はい。やっぱり英語の文化ってそういう文化ですからね。はい。それがあったので、当時は英語の方がそういう環境に馴染めて、日本語だとは喋れないっていう状態だったんですけど、だんだんと日本語の方が追いついてきて、はい。で、今はセミナーとかで質問するっていうのも、ね、はい。緊張はしますけど、でもやっぱり、はい。言えるようになったっていうのは、高校時代の自分から考えると、成長したなと、自分で思いますよね。なるほど。じゃあ、そういう授業形態があったからこそ、喋、はい、れる自分になったわけですね。そうですね。ああ、面白いですね。だから、こう、なんていうんですかね。それこそ、まあ、英語力を上げたいっていう、目標達成したいっていう意識も、英検、当時は英検でしたけどね、英検合格したいっていう意識もありましたし、毎日やりたいっていう継続。はい、それから、テレビを見る方を選ばずに英語学習するっていう、こう、なんていうんですか、自制心というか、あっていうのも、まあ当時は身につけることができたのかなと思うんですよね。ああ、自制心。確かに必要な時ありますよね。まああんまりこう厳しくしすぎるとストレスになりますけどね。はい。ほどほどに。そうですね。でもまあこんな感じで、こう人生振り返ってみても、やっぱり英語をやったことによって、今まで身につけることができなかったものっていうのがあったので、それがこう英語を学ぶことで派生的にその身につけることもできたのかなとは思うんですよね。
なるほど。アキさん何かそういう、なんか英語をきっかけでこういう風になったみたいなのってありますか？英語をきっかけに、英語喋るときって意外ときちんと、なんだろう、言葉に意識を持っていきませんか？例えば、私は何々です、なぜならみたいなのって、きちんと辻褄が合わないと文章作れないじゃないですか。はい、そうですね、はい。でも日本語って適当なこと言っていても、こう、行間を相手が読んでくれるので、意外と通じるんですよね。でも英語の場合はちゃんと組み立てないと逆に通じないので、なんかその辺の言葉の構成とかに結構、英語喋ってる時ほど、なんか気が向く、意識が行くっていうか、なので、簡単な英会話を教えていると、あ、この子多分ちょっと日本語でもちょっとちぐはぐなこと言っているんじゃないかなってわかる時ありますね。じゃないと英語にそれが出ちゃうので、その時は最初に日本語を訂正してあげるっていう場合もよくあります。なるほど。そうですね。日本語から訂正して、英語も訂正していくっていうやり方と、そうですね。英語の方を鍛えることで、日本語を訂正していくっていう、なんか両方のやり方が。やり方ありますね。ありますね。はい。確かにそうですね。僕もそうですね。英語を身につけたことによって、日本語の使い方が上達した気がしますね。ああ、それあると思うんですよね。はい、特に前で喋るっていう、セミナーとか授業とかの場合は、やっぱり英語みたいな感じで結論バンって言ってから、主語動詞を言ってから、その後につなげた方が、まあ、相手の頭に入りやすいっていうのはありますからね。それは日本語でもっていう。日本語でもそうですね。なるほど。はい、まあ、語順変えるときは不自然にならない程度に変えますけど、はい。でもその英語の語順っていうのは相手に伝わりやすい流れだなっていうのはすごく感じているので、はい。それもそうですよね、うん。英語から入ってる感じですよね。英語からですね。英語から入った。はい。ああ。確かに結論から言った方が相手に伝わりやすいって言いますもんね。うん、そうです。それは圧倒的ですね。この話はどこに行くんだろうって思いながら聞くことほど不安なことはないですからね。で、途中、ね、途中で理解が途切れてしまったら、その後結論まだ出てないので聞いてもらえなくなる。ああ、確かにそうですね。うん。逆にこう結論バンって言ってから、なんでだろうって思わせて、そして理由を言っていった方が、まあ、相手の納得感っていうのはありますし、話し手としても聞いてもらいやすい話し方になりますよね。はい、はい。まあ、英語学習、一つ取ってみてもそこに対してどんなスキルが磨けるのかっていうのを改めて、まあ、こういう時期ですので、改めて考えてみると、はい、いろんな発見が面白い発見があると思うんですよね。確かにそう思います。はい、はい、まあ、本当に辛い時期続いていますけども、リスナーの皆様も、気をつけてお過ごしいただきつつ、様々なスキルを伸ばす機会にしていただけたらと思います。はい、Useful expressions. 続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます。Jさん、今回の表現は何でしょうか？はい、今回は just in case。just in case。念のためっていう感じですね。はい。例えば、Take an umbrella with you, just in case. あ、ね、もう定番ですよね。はい、ね、俺のため傘持ってったらっていう感じですね。これは、本当に一番いい例文だなと思います。あ、本当ですか。just in case にもぴったり、なんか当てはまる例文ですよね。just in case、そうですね。まあ、よく使うのは、この in case ですか、in case of emergency とかありますけどね。ああ、そうですね。異常事態の場合は、みたいなのありますけどね。はい。in case of emergency。just in case っていうのはもっと、それだけで使えますよね。just in case。はい。このケースっていうのは我々日本語でも言う、ケースバイケースとかのケースですよね。そうですね。場合っていう。場合、そうですね。はい。うん、まあ、念のためとか。念のため。うん、Bring an umbrella just in case とかっていう風にも言えますし、はい、例えば、Do I need to make a copy? コピー取った方がいいですか、うん、Yes, just in case みたいな感じで相手にこう言うこともできますよね。あ、そうですね。あ、念のためそうしてみたいな感じで。うん、そうですね。
必要ないかもしれないけど、まあ、念のためっていう感じですよね、はいはい、もうこれ一言で済んじゃいますよね、うん、これも結構使いますよね。そうですね、これ便利かなと思います、はい、あとなんか似た表現とかってありますかね。これにあとは、ちょっと長いんですけど、はい、Just to be on the safe side。 Just to be on the safe side、 これも全く一緒ですね。Just to be on the safe side、 まあ、safe side、 安全な方向を取ってみたいな感じですね。あ、そうですね、はい、直訳するとそんな感じだと思います、うん、そうですね、はい、まあ、本当に念のためですよね、これも念のため、はい、はい、すごく使えるので、ちょっと一言付け足すにはいいですよね、うん、そうですね、付け足す時の言い方ですよね、はい、はい、ぜひ使いやすい表現ですので使ってみてください。はい、第21回をお送りしました。 J さん、はい、リスナーの方からご感想が届きましたのでご紹介させていただきますね。はい、お願いします、はい、ラジオネームはゆかまむさんです。こんにちは。いろいろなポッドキャストを渡り歩きましたが、やっぱり安定のスキルブースターです。これだけは毎週欠かさず聞いております。先月、高2の娘と私40歳が準2級、中1息子が3級を親子受験し、皆合格することができました。お、素晴らしいですね。はい、素晴らしいですね、はいはい、5月末には私と娘は2級を受験する予定です。これと決めた一冊をとにかくきちんと消化しようと気持ち新たに頑張ります。また英語環境を作るということでひらめいたのが独り言です。起きてから身の回りの実況中継をしようと考えていますが、簡単な言葉や表現にも詰まってしまい、自分の英語力の低さを痛感しています。独り言で使えるフレーズやその他アドバイスをまた何かの機会があればラジオで教えてください、ということでした。はい、ゆかまむさん、ありがとうございます。ありがとうございます。英検合格、全員合格って素晴らしいですねすごいです、本当に。しかも毎週欠かさず聞いてくださってるっていう、すごい嬉しいですね。はい、そうですね、この独り言、これ本当おすすめで、うん、まあ、英語力の低さっていうふうにおっしゃってますけど、身の回りほど難しいものってないんですよね。いや、案外難しいですよね。難しいです。なぜかというと学校では習わないんですよね、身の回りのことって。習わないんですね、はい、意外と。なのでこう全部英語にしていく中で、あれ、これって英語でなんて言うんだろうなって思って、それを調べると英語力どんどんついていきますからね。はい、しかも自分が喋りたいことばっかり先に覚えていくので、うん、はい、使えるようになる、なんかこう速度が速くなるっていうか、はい、これだからいいですよね。すごくいいですね。身の前のことからどんどん喋れるようになってくるので、はい、うん、おすすめですよね。おすすめです、はい、ぜひ今週も聞いていただいていると思いますので、はい、また あとですね、はい、これ私ちょっとおすすめしたい本があって、はい、実はですね、その身の回りのことを喋るための本ってすごい巷に溢れていて、うんうん、2つちょっと書籍、見たことがある書籍を紹介しますね、はい、いいですか。はい、お願いします、はい、1つがアルクさんから出ている起きてから寝るまで英語表現1000っていうのがあって、うん、はい、これもう本当にタイトル通り起きてから寝るまでの英語表現を集めたものなんですね、はい、で、あともう一つは、ちょっと出版社さんわかんないんですけど、石黒かなさんが書かれている、一日丸ごと英語日記っていう、まあ、英語日記を書くために、まあ、英語表現を載っけている本なんですけど、うん、なんかこういう本を取られると、多分一日に必要な、表現、一日を表現するような英語表現が詰まっているので、いいのかなと思います、うん。そうですね。そういった教材で先に学習してから、その状況になったら、あれ、これなんて言うんだっけなって思い出すっていうやり方でもいいですよね。そうですね、はい、あとは辞書的に使うとか、うん、これ言いたいんだけどあそこに載ってるかなみたいな感じで調べてみるといいかなと思います、うんうん、はい、そうですね、はい、ぜひそういうやり方も参考にしてみてください、はい、さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは J さんのウェブサイト J's Booster Station にお問い合わせフォームがありますので、お気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。 J さん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。 OK, thank you for joining us. Have a nice week.